スタジオレイン <laughs> こんばんはおくつろぎのところごめんなさいそして私はサキバスですさあいきなりですがあなたの勢力を奪わせていただきます逃げても無駄ですうよ なんでそんなに普通の反応なんですか普通、窓から知らない人が上がってきたら警戒しませんかほほら私、頭に角が生えてるんですよ明らかに普通の女の子ではないですよねえハロウィンのコスプレち違いますこれはさきばってお菓子を持ってこないでください ありがとうございます。いただきます。<laughs> <laughs> ももしかして私がまだサキュバスのカルメンチョだから私をしをしたいみたいですか <laughs> 残念ながら人間の勢力を食料にしているサキュバスにはチョコレートなどにはくうしませんよえチョコバーもあるんですか いただいておきますが私は気高きサキュバスの子孫。そんな施しなんて共にしか受けません普段は洋風のお菓子が買えないのでちびっこたちとおったがしを出入り浸って不思議もなく100円玉を取り出すちびっこに心を折られそうになりますがこれでも立派な魔族の一員です私は子供じゃありません 身長はまだ小さいですがまだまだ成長しますから中学生でもありません私はあなたと同じれっきとした高校生ですから <laughs> あなたとお話しすると私のペースが乱される気がします気を取り直してさっさと LG トレインをさせていただきます 私も原理はよく分かりませんがこれで正気を奪うようですさあ晩ご飯を食べ終わった私は能力が絶好調ですよお手を拝借しますどうですかそろそろめまいがしてふらつきませんかあれ もう一回ですうーん <laughs> な,なんでなんで平然と立っていられるのですか無理してませんかヘロヘロになってもいいんですよ <laughs> こうなったらおこの手ですあまり使いたくはなかったのですが。 色仕掛けですよささあ私のセクシーな体に酔いしれる男子はこういうのが好きとネットに書いてありましたわ私の体を見て私の色気に誘惑されてくださいすぐに全身から力が抜けて立てなくなりませんか どうですかスラスラ見たれてもいいんですよううううえやっぱり恥ずかしいですそして無反応だと色々困ります全て何かしらの反応をしてくださいなんて何も反応しないのですかあなたは聖人君しか何かですか ググしかしどんな人でもよっに対しては抗えないはずです失礼あなたのスマホの履歴を透視させていただきますスマホを隠しても無駄ですよ私の能力は完全には開花していませんがスマホの履歴ぐらいは見れてしまいますからどれどれ うん、あなたは無反応のふりをして実はもしかしてわわ、まま、私をあなたのスマホの履歴を見させていただきましたがゲームの情報のほかにグラビアのページが見えました毛玉の不純女の敵ググ <laughs> 今まで戦ってきた方々よりも一番厄介で強敵です 2番目に苦戦したのは近所のやたらと好戦的なワンちゃんでした今回も長い戦いになりそうですえなんで酒罰業を営んでいるか聞きたいのですかいいでしょう仮面卒業のお祝いに特別にお話ししてあげます最近まで普通の女子高生をやっていたのですがある日 いつも通りぐっすり12時間熟睡してたらご先祖様が夢の中でいきなり登場し自分がサケバスであることを告白されましたそしてこのままだとサケバス会の年金が受け取れないので私の代わりに足りない分のノルマの補填を行ってほしいと一方的にサケバス業を押し付けられてしまいました朝気づいたらサケバスの力が宿ってしまい 今では男の子に触れただけでエナジードレインを発動してしまう体になってしまいましたもはやオートスキルですこのままだと社会生活に支障が出てしまいますとにかくサキュバスの力を完全に習得してご先祖様のノルマを達成し能力を返納して普通の高校生活に戻るのが私の目的です毎日12時間も寝ているのに 身長が小さいですってそれは今は関係ないですよえいくらえエナジードレインえいえいえい,えいあなたはなぜかエナジードレインが発動しないんですもしかして女性の方なんですかでも声も低いしがっちりした女の子なんてそういないし違うか。 とにかくあなたの正規を取ればまずは仮面卒業です何としても奪ってみせますから覚悟してくださいえいっ <laughs> エナジードレインが発動しないなら出力マックス抱きつき攻撃ですニくク暗い <laughs> 発動しません このままだと私ばかり能力を使ってしまって私が先にダウンしてしまいますこ。こうなったら2番目の奥の手です。あなたを浅い眠りにつかせ夢を見せます。再度抱きつきです。ぎゅウ。 耳が心地いいんですかわかりました。もっとやってあげますね。私の腕の中にいる間は、私のペースが保てそうです。 見えます見えよすよー私の勝ちパターンが夢を媒体にしてあなたの勢力を奪ってみせますだんだん眠りに誘いますよー夢夢あなたは楽しい夢を見ます あなたは、心地のいい場所にいますよ。暖かいベッドの上で、柔らかい枕に頭を乗せて、最高に気持ちがいい状態。そこに、暖かい食事が出てきて、お腹いっぱいに食べたあなたを、ふ、うん、見えた。 怎么？ 使いすぎて先に飲めってしまいました脳うが復活して貧血のような感覚です空腹で歩くとフラフラしますあれベッドには私一人ですがあの方はどこに行ったのでしょうかはっ <laughs> もしや私の手から逃れた後、私に対抗するべく方法を模索し完全武装を行った後、となすすべもない私の誠意をそぎ煮たり焼いたりなことを行うつもりでしょうかまたは呪霊ですかあの方はサキバスをよく分かっていなさそうだったので霊的な何かと勘違いしているのかもしれませんあ,あ私は今完全に能力が底をつき何も対抗する手段がありません回復する時間が。 <laughs> あわ私を私を除霊しようとしないでください私はサキュバスです生きた人間ですから <laughs> え顔色が悪そうだったから朝食を作ってきたあありがとうございますあ <laughs> いろいろなものをご用意してくださったのですね う、う、う <laughs> 私のことを心配してくれるとはずいぶん余裕なんですねででもせっかく作っていただいたので拒むわけにはいきませんありがたくいただきますしかしオーソドックスの朝のメニューの隣にカツカレーやドライカレーキーマカレーとナンがありますとても朝に食べるものではありません というかカレーがかぶりすぎです私の朝食はどういった想像をされていたのでしょうか確かに私は燃費が悪いですがいくら空腹でもこんな重いものは朝から食べませんよ残りはお昼にいただきますねあっ <laughs> <laughs> は誇り高き叫ばますのあホットケーキにメープルシロップとバターをかけていただけるんですね ありがとうございますうっ <laughs> これで私に勝ったと思うなよいただきます <laughs> 程よい熱さに膨れ上がった熱々のホットケーキに熱で溶けるバターが滴りメープルシロップと混ざった味は 程よいしおけと甘いメープルのハーモニーフォークがフォークが進みますこれはおいしいこんなに甘くておいしい朝食は初めて食べましたおかわりおかわりをくださいえちょうどもう一枚あるから食べていいよですか <laughs> あなななたはんんていい人なんです おはようございまいよまだしなかいが好きで朝も昼も夜も和食なので洋食のジャンキーさはとっても神聖ですウの花やオニシメも美味しいですがこちらも負けていませんホットケーキは朝に食べると美味しいんですねごちそうさまですう、じゃなかった食べ物で私を懐中しようとしても無駄ですからね あなたのおかげで満腹になり能力が回復してきました。これで私がこっそりとあなたの奪った夢を具現化できます。<laughs> 私が寝落ちしてしまっても体に触れていれば夢を吸収することができるんです。あなたが昨日見るはずだった夢を私が勝手に見ちゃいますね。うーんー。ふ <laughs> ふん あああなたは私をこんないやらしい目で見ていたんですねバカバカバカ昨日私が色仕掛けをした時は何もそぶるを見せなかったのに実は心の中では私をいやらしい目で見ていたのですね夢の中で私の水着姿を想像するなんてはっもしかして無意識にサキバスの特殊能力 陰無の魔術を発動していたのではだとしても陰夢なのに私の水着…だとしても陰夢な,なのに私の水着までとは私はどれだけ色気がないんでしょうかも、ま、問答無用ですもう脳みそが機能しなくなるまで正気を枯渇させてあげますねあなたの夢と朝食をしっかりととったおかげで能力は順調です さあ残りの勢力を私によっこしてくださいえいえいえい、できない吸収できないなんでいかがわしい想像はできるのに私が仮面だからもはや私が仮面だからという理由だけでは説明がつきませんもしや何らかの魔族に対する耐性を持っているのでしょうかう 今日は8時間しか睡眠をとってない上に能力を考えなしに使っているせいでもう眠くなってきましたしかしファケバスに代性がある人間なんて聞いたことがありませんまさかご先祖様が苦戦した勇者の血まさかご先祖様が苦戦した勇者の血統を持つ人でしょうか ご先祖様は何度も勇者に戦いを挑んだけれど結局いつも帰り討ちにあった宿敵もしこの方にその勇者の力が宿っているとしたらドレインが効かないのも分かりますしかしどうすればご先祖様のように根強く何度も挑めばいずれかはうんでもご先祖様は何度も挑むうちに愛が芽生えて牙を抜かれてしまったって とのろけ話をつぶやいていましたがでもそれはもう一世紀前の出来事だから今は関係ありませんえいえいえいう <laughs>、はあはあ、顔色が悪い <laughs> 私はあなたの敵のポジションなんですよ なんで私の心配をなさるのですか私はあなたの何なんですかい妹の感覚ですか私はおそらくあなたと同い年ですよ、うん。あなたと話していると私のペースが乱されます。あなたといるとなぜか初対面なのに。何でもありません。とにかく。 夢は奪えるので私のために私に抱きつかれながら一緒に二度寝をしてくださいえ食べた後すぐに寝るのは体に悪いあなたは私のお母さんですかダメだもう突っ込む気力が残っていませんとりあえず私に付きあって二度寝をしていただきますからね覚悟してください ぎゅー少しの間は二度寝をしたらすっかり夕暮れになってしまいましたもはや二度寝のレベルじゃありませんねんたっぷりと力がたまりました この方の夢も覚えたようですね。どうせまたいかがわしい夢だと思いますから、これは非常食にします。んまだ寝ていたんですね。では失礼して、引き続き私の抱き枕になっていただきます。ぎゅー。この抱きつきは、 サキュバスの能力を上げるための儀式です決して隣にいると安心するとか寝顔が起きてる時と違って可愛いとか思っていません何かサキュバスになると積極的になれる気がしますこれもサキュバスの特性なのでしょうか普段男の子とは会話はする程度ですが なんだかこの方とは冷静になったらすごい状況になっている気がしますそもそも男の子の肩を叩いたり握手したりした瞬間相手を気絶させるほどの力を吸い取ってしまうので最近は異性のお友達が減ってしまいましたこんなにかっちり至近距離で触れられる男の子がこの先できるのかしら ご先祖様はどうして私にこんな具を置かせたのでしょうかこの先を考えるとちょっとブルーになりますん <laughs> お起きてたんですかもしかして私の独り言を聞いてしまいましたか私がおくびをしたとこからって独り言以前の段階からですよね 寝入りをして私の独りごとをこっそり聞くなんてあなたは悪魔か何かの化身ですかしかも結局きょは奪えずじまいですしまた来ますからリベンジできますからせいぜいビクビクしながら待っていてくださいねあとホットケーキをまたいただけると嬉しいですあとそれとそれとってそうじゃないとにかくまた来ますから覚悟してください 用意しておくですかえへへへへ楽しみにしてますじゃじゃあまた窓開けといてくださいね閉めちゃうとドアからじゃないと攻められないのでえ窓からじゃあないからドアから入ってきてってそそこまで言うんだったらしょうがないですね 送っていくって子供扱いしないでください家はすぐ曲がった角にありますからあなたを絶対に骨抜きにして無事仮面を合格しますからね顔を洗って待っているですままたね